YS11、 それは戦後日本で初めて製作され、世界にその優秀性を誇りうる最も理想的な短中距離用ジェットプロップ旅客機です。1957年5月、この新鋭機の設計研究のため輸送機設計研究協会が設立され、 YS11 の基礎設計に着手。以来2年間にわたる研究の末、その基礎形が決まりました。そして1959年6月、この YS11 の試作及び量産を行うため、航空飛行業振興法に基づき日本航空機製造株式会社が設立されました。資本総額は49億円、うち政府出資26億円、民間出資23億円、官民合同の会社です。この開発事業は国立の航空研究機関、航空機メーカー6社、材料部品メーカー及び使用者側、その他の緊密な協力のもとに進められてきました。これら協力機関の一部を紹介しますと、まず新三菱重工業、ここの駒飛工場では現在 F-104 戦闘機、シコルスキー S-55、S-61、S-62 ヘリコプターなどの組み立てが行われています。次いで川崎航空機、岐阜工場では P-2V 対戦哨戒機、バートル V-107 ヘリコプターなどが量産されています。ここは富士重工業宇都宮工場、ここでは純国産のジェット練習機 T-1A を量産しています。その他航空機メーカーとして新明和工業、日本飛行機、昭和飛行機、政府の研究機関としてこれは東京大学航空研究所、その他航空技術研究所、運輸技術研究所などです。国際線の花形ジェット旅客機、国際空港は今やジェット機時代の到来を告げているかに見えます。しかしこの華やかな姿だけが民間航空の全てではありません。では国内線に目を向けてみましょう。これは日本国内線の一例ですが、現在短中距離路線には依然として DC3、DC4 などの旧式ピストン機が使われていますが、旅客貨物の需要は年々著しい増加を示しつつあり、新鋭機による増強を必要としています。これは全世界共通の実態なのです。世界における使用機種別の割合はご覧の通りです。DC3 だけでも1600機以上も就航中です。これら旧式ピストン機はいずれも老朽が著しく、早晩新鋭機に代替される運命にあります。さて短中距離用の旅客機として重要な要素は、短い滑走路で安全に離着陸できること、旅客の搭載能力の大きいこと、短距離区間に使用して直接運行費が安いこと、以上代替駅に要求される3つの条件に十分応えるべく、ここに登場したのが新しく日本に誕生した YS11 です。
YS11 の誕生、それは設計室から始まります。エンジンは短中距離用に適するジェットプロップエンジンとしました。そして信頼性に最も定評のあるイギリスロールスロイス社製のダート RDA-10-1 を採用しました。各種風洞試験も次々に行われていきます。これは気流試験、同じくフラッター試験、水面に不時着した場合を考慮して行うリッチングテスト、部分強度試験もいろいろ行われました。これは尾翼取り付け金具の強度試験、エンジン取り付け支柱の疲労試験、このように各種試験を経て YS11 の最終設計が決定しました。全長 26.3 メートル、全高 9.13 メートル、全幅32メートル、胴体最大幅 2.88 メートル、客席配置は一番下が60座席、52座席の場合は座席間隔や荷物室を広くすることができ、このクラスの旅客機としては最大の搭載能力を持っています。試作機として作るのは合計4機であり、1号機と2号機を試験飛行用に、01号機を聖火銃試験用に、02号機を疲労試験用として作ることに決定しました。これら試作機は日本の主要航空機メーカーの緊密な協力により、それぞれ分担して生産されます。全中部胴体新三菱重工、主翼となせる川崎航空機、尾翼富士重工、後部胴体新明和工業、補助翼とフラップ日本飛行機、ハニカム構造昭和飛行機、客住友精密。このようにして YS11 は日本航空界の総力を挙げてその生産にスタートしました。機械工場における部品の製作、部品の寸法は慎重に検査されます。この赤は今週の使用禁止ゲージの色を示します。このように測定工具そのものにも厳重な管理が行われます。この厳密な品質管理は全生産過程を通じて常時行われています。出来上がった部品は最後にもう一度部品検査係によって慎重な検査を受けて組み立て工場に送られます。いよいよ組み立てが始まりました。これは水平安定板の組み立て、組み立て終わった左右の水平安定板は一つに結合され、さらに昇降舵と前縁が取り付けられます。ここで行われているのは垂直安定板の組み立て。
今出来上がった垂直安定板に方向舵が取り付けられています。これより試験を行います。荷重係は荷重を 10% に上げてください。これは尾翼のねじり試験です。出来上がった各部分はこのように厳重な各種テストを受けて十分強度に耐えることを調べます。これは補助翼の組み立て。同じくフラップの組み立て。はい、日光生生還です、はいはい、さて作業の進捗状況は各工場より逐次本社に連絡されます。進捗度は直ちに工程表に書き込みます。主翼の組み立ては4台のパネルジグで左右上下の部分が同時に組み立てられます。出来上がったパネルは2本の桁と組み合わされ主翼中心部ボックスビームとなります。主翼内インテグラルタンクの部分、製作工程は全て完全なジグによって行われていますので主要な各部分の互換性は極めて優れています。メイティングジグでは今主翼全体の組み立てが行われています。これは前縁の取り付け。最後に脚もナセルに取り付けられその引っ込み飛行が検査されています。これは主脚の落下試験。この試験によって干渉機能や強度がテストされます。こちらは後部胴体の組み立て。今別々に組み立てられた上部と下部が一つに結合されています。組み立て終わった後部胴体は検査官たちの手によって検査されます。作業は順調に進んでいます。本社会議室では今までの進捗状況とにらみ合わせ今後の予定を検討しています。
組み立て工程の中で最も規模の大きいチューブ胴体の組み立て。全部胴体は別個に組み立てられます。組み立てられた全部とチューブの胴体は別のジグに移され、そこで初めて一つに結合されます。完了し、内部偽装も始まりました。すでに取り付けられた空気調和装置、これら装置の機能は別個に十分なテストを受けています。作業は順調に進んで、総組み立てが始まりました。最初に後部胴体に水平尾翼が取り付けられ、次いで垂直尾翼が取り付けられています。ここで前中部胴体に後部胴体が結合されます。主翼の取り付けが始まりました。構造はすべてフェイルセーフの規定に基づいて設計されていますので、構造的に高い安全度を誇っています。組み立ても終わりに近づき、今日はエンジンの取り付けです。外部の塗装も始まりました。お化粧を終えた YS11 の姿は一段と見事です。最後にプロペラが取り付けられると、外部偽装は全て完了します。組み立てを完了した YS11、 最終検査が特に綿密に行われています。
家路を急ぐ作業員たち、明日にロールアウトを控えて心なしかその足取りも軽そうに見えます。1962年7月11日、今日は待望のロールアウトの日です。さんさんと輝く太陽の下、初めて全貌を表した YS11 の勇姿。車輪は5気圧の低圧タイヤを使っていますので、不完全なローカル飛行場でも安全に使用できます。この1号機は主として性能試験に使われます。客席内は計測用計器と水槽でいっぱいです。重量と重心は水槽内の水の量と水の前後移動によって自由に調節ができます。他方、01号機による前期静的強度試験を実施しています。ではこれから荷重をかけてください。各員は各部署についてください。 10% 荷重をかけます。飛行中、操縦席の窓に鳥が衝突した場合を考えて行う鳥衝突試験。重さ約2キロの鳥が時速450キロで当たります。十分な強度のあることが確認されました。本機は3万時間から5万時間の使用を目標に、いわゆるセーフライフとフェイルセーフの規定に基づいて設計されており、疲労試験によってそれを確かめます。これは02号機による主翼の疲労強度試験、突風荷重が繰り返しかけられます。この大きな水槽は胴体の疲労強度試験に使われます。水槽に水を張り、水中に入れた胴体にも水を送り込み、水圧を繰り返し加えて疲労度を測定します。さて、1号機による地上運転試験が始まりました。これはその出力試験。ロールスロイス社製のダート RDA-101 エンジンは離床馬力3060馬力、連続最大馬力2660馬力、離床時には水メタノールを噴射し、摂氏45度という高温時にもこの馬力を保持できます。プロペラはイギリスロートル社製の4種プロペラを使用しています。直径 4.42 メートルの大きなプロペラは離陸滑走路長880メートル以内という優れた性能を発揮できる一つの要素を成しています。これはピッチ変更機能のテストです。1962年8月30日、小牧飛行場。今日は関係者一同待ちに待った初飛行です。たくさんの報道陣も朝早くから詰めかけています。待望の YS11 が姿を現しました。カメラが一斉に砲列を敷きます。パイロットも姿を見せました。整備員はすでにエンジンの調整を始めています。タラップを登る近藤長谷川両パイロット。
ジェットプロップ独特の金属音を立ててプロペラが回り始めました。プロペラと地面との間隔、プロペラと胴体との間隔、いずれも十分に余裕をとって設計されています。基礎設計から数えて5年4ヶ月、長い間の血と汗の結晶です。関係者の見守る中を見事快音を残して離陸する YS-11。 長い苦労を報われた作業員たちの喜びの顔。上昇した YS-11 は名古屋上空を横切って伊勢湾上空を一周し、約1時間にわたる初飛行を終えて無事小牧に帰ってきました。初飛行を終えた両パイロットは全く問題はありません、計算通りの素直な性質を持つ素晴らしい飛行機ですと語りました。1号機による数々の飛行試験が行われる一方、2号機も完成しました。2号機は量産機に必要な装備を全て完備しています。では本機の内部をご紹介しましょう。YS-11 は60人の乗客を乗せることができます。室内は空気調和装置及び与圧装置が完備していますので、高高度でも快適な旅行ができます。設備の整った清潔な調理室。そして化粧室。YS-11 独特の窓の配置にご注意ください。乗客は2つの窓からそれぞれ自由に窓外の景色を楽しむことができます。これは前方貨物室。同じく後方貨物室。そして床下貨物室。2号機完了とともに工程表も全部塗りつぶされました。しかしこれで仕事が終わったわけではありません。すでに量産体制の準備が始まっています。1962年12月18日羽田空港において YS-11 は皇太子殿下ご臨席のもとに初の公開飛行を行いました。猶予に上る観衆の前で離着陸、低空飛行、片発停止飛行などその見事な飛行ぶりを披露しました。
日本航空機製造株式会社はこのほど全日本空輸と20機の販売契約を結び、さらに航空局防衛庁にも採用が決定され、すでに量産機の生産が開始されております。1963年末には航空局の形式証明の交付が予定され、これと同時に日本の国内線はもとより世界各国の要望に応え、数多くの量産機が世界短中距離路線にその雄姿を表すことでしょう。最高の性能、最高の経済性、ジェットプロップ機の花形、それは YS-11 旅客機です。